皆様、2020年第36回日本国際衣装ジャパンプライズの受賞者発表記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ジャパンプライズは1980年代の初頭、日本に科学技術の世界的な賞を作ろうという政府の構想に対しまして、多くの方が寄付を持って応えられ実現いたしました。これまでの35回で受賞された数は96名に上りますが、これらの方々の業績を振り返ってみますと、まさにジャパンプライズの受賞系譜そのものが科学技術の進歩とそれがもたらす人類社会の発展と繁栄の歴史を映し出していると改めて感じる次第です。2020年第36回のジャパンプライズの受賞者を発表いたします。エレクトロニクス情報通信分野では、受賞者はアメリカマサチューセッツ工科大学名誉教授ロバート・ギャラガー博士。受賞業績は情報理論、符号理論に対する先駆的な貢献。続いて生命科学分野では、受賞者はドイツマックス・プランク進化人類学研究所ディレクター教授スバンテ・ペーボ博士。受賞業績、古代人のゲノム解読による高人類学への先駆的な貢献であります。以上2名の方々にお送りすることといたしました。ロバート・ギャラガー博士が提案した LDPC 符号、低密度パリティ検査符号、ローデンシティパリティチェックコードス、これの頭文字を取ったものですが、は極めて高い信頼性があり、第5世代移動通信システム 5G での採用をはじめ、高速大容量通信を支える重要な技術です。現在我が国はサイバー空間、コンピューター上の仮想空間とフィジカル空間、現実空間を高度に融合することによって実現された超スマート社会、ソサエティ 5.0 の構築を世界に先駆けて目指しております。 LDPC 符号は本質的かつ基本的な役割を果たすことが期待されておりますし、それの実装が進んでおります。Now what we find in the internet society is communication is everywhere, computers are everywhere, the internet is everywhere, and what I did as a graduate student, which was useless then, is very useful now. So I'd like to tell all of you people who would like to do research, don't necessarily be upset at the idea that what you do is not useful, because perhaps it will be useful later. Do something which is novel, which is interesting, and which you hope will be useful in the future. ペーボ博士は、大量に同時に DNA の配列を決定しまして、あたかもジグソーパズルを組み上げるように原生人の DNA の配列と参照にするようにしてマッピングして、最終的には核の DNA 30億にも及ぶ長い DNA の配列の決定に成功されました。その結果、原生人類の DNA の 1% から 4% がネアンデルタール人の DNA に由来するということが分かってまいりました。ペーボ博士の古代遺骨のDNA の解析は
現世人類の起源を探る個人類学の研究を一変させました。個人類学のゲノム研究を広げるとともに非常に多くの研究者を育成しており、博士の本分野への貢献は計り知れないものと考えております。Congratulations. Thank you very, very much. It's indeed very rewarding to see that the study of ancient DNA now contributes to many, many different research fields. So I humbly accept the Japan Prize as a recognition of these new possibilities and of everyone who has contributed to them.So I thank you, the selection committee and everybody involved very, very much for this great honor. Thank you very much.